はい、えー、皆さんこんにちは、フリーサイルフットボールミーです。はい、ということで、えー、はい、ということで、アマチュア学生選手権のオンライン予選がですね、えー、9月の20日、あと、今日と、えー、明日で、えー、おしまいになります。えー、もうすでにですね、エントリーをしていただいた皆様、ありがとうございます。 はい、結果の方はね、今月中に、あのー、出ますので、ぜひね、そちらね、お楽しみにしていただければ嬉しいなと思います。でこちらの,の YouTube の方で、あのー、またね、結果の方は報告しますんでね、ぜひそちらはチェックよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、オンライン予選ですね、エントリー方法は、えー、こちらの、えー、概要欄、もしくは、えー、アマチュア学生選手権の、えー、ホームページ、まあ、インターネットで、あのー アアマチュア学生選手権とかねあの検索をしていただければすぐねパッと出てきますので、えー、エントリーチケットまあ何、えー、オンライン予選のチケットを購入して、えー、エントリー を、えー、してていただくことになってます、えーまあ、流れはですねあの、いろいろね、こちらの前の、ね、動画でいろいろ説明もしてありますので、またあのこちらの概要欄で、えー、大会説明、そしてエントリー方法、そして、まあ、ギガファイル、動画の送り方、ね、いろいろあのそちらの概要欄に、あのー、載せておきますので、ぜひそちらを、ね、あのチェックをしていただければ嬉しいなと思います。まあ、オンンライン予選を、えー1 通過した各部門の方は、えー、当日予選は免除されて、えー、決勝トーナメントから、えー、出場ということに、えー、なっております今回は東京都の日野市にある市民ホールで、えー、開催しますのでぜひ皆さんねあのなかなかオンライン予選ばかりでちょっとね撮影は疲れてしまうんじゃないかなと思いますがね本当はそ,そちらね当日はあのー 生でバトルをねしていただきますんでぜひねお楽しみにお待ちくださいよろしくお願いしますはいということでアマチュア学生選手権ですね、えー、9月の20日23時59分までに、えー、なっておりますでどうしてもあのねエントリー方法とかわからない場合はね僕にあのあの DM でもあのコメントでもあのしていただければまたねすぐあの回答しますんでわからない方はすぐご相談くださいよろしくお願いいたしますはいということでたくさんの ご出場お待ちしておりますご視聴の方ありがとうございましたバイバーイ